これやね、これがもうあかんから、ここで一人で見もされるですね。そっちにやるよ、蓋見て。これがあかん。こっちでもいい。筋肉はついてますね、ちゃんと。内側は。うん。でももうあかんな。見てこれよ。このあざみたいなって。これスパッツですね。うん。それ靴下、上、うん、今日長いやつだから、うん、ここ取れ、取れ、もうこれ限界や、限界やな。痛いんですか、これ。うわ、氷が、氷が、まず刺してもいいぐらい。あ、何倍入れたんや、これ。めちゃめちゃ入れたやん。なんかもっと氷がジャブジャブ浮いてるようなイメージありましたね。もう一箱ぐらい。溶けてきたんや、これ。だったらもう一箱行ってもらおう。ああ、いいですね。超復活。もう一箱持ってああ、こりゃこりゃこりゃな温度でございます、これ。え、またいい、いい湯加減でございます、これ。でも鳥肌立ってますよ、これ。いや、まだ1分も経ってないですよ。続けていけば明日と。俺これ続けるんやったらリタイアするわ。痛い。まあそうですね、ちょうど。今2分です。あれ？別に体はあれなんで多分。暖房かけてくれ。暖房かけてます。体寒いしやな。これこれ。めちゃめちゃ氷入れられてるんだよ。めちゃめちゃ浮いてますこれ。はい、で、まあ、アイシング昨日やってくれたやんか、はい、あれはもうちょっとやったんや、はい、うん、だいぶ痛いもん取れたわ、はい、うん、分かりました。でまた引き続きアイシングとかしてやりましょう。これがいけないんじゃないですか。
ってるぞ。ずっと痛み取れたからさ。昨日の氷風呂。そしてその後、この伊藤町丹波。散々嫌がった氷風呂。めちゃめちゃ気持ちいい。ほんま。ここも終わったら毎日、はい、これから池田先生の言うことを聞かなきゃ。ほんまやな。これほんま無視しとってごめんな。あ、大丈夫ですか。もう言うこと全然聞けんなんだもんな。ごめんな。ほんまに信用してなかったよ。最低です。まあ、本当ごめんね。あ、はい。なんかやつ。なんか池田君も偉そうに言うてるけど、全部嘘やん、これで。そんな言いやつ。完璧に炎症も取れてると思う。